けど、はい、もういよいよちょっとウィズ根本のあの週を今回で終わらそうかなみたいな。違うところもまあちょっと一つのこの終焉というか、はい、うん、区切りですよね。そうですね、はい、まあ、まあ二度とやらないとかそういうのはないんですけど、あ、うん、まあちょっとまあ他のやりたいこともあるんで、はい、まあ小中さんの体は一つなんで、いやいや、いやこれですよ。もうほんまに違うんですよ。もうほんまにいつもな、ひろし言ってるじゃん、はい、もうやりたいことめちゃくちゃあんねん。いやそうですね、まだまだ、はい、で根本さんともやりたいことまだまだめちゃくちゃ、やっぱり根本さん持ってくるからもうすごいから。で、うん、今日もそうやん、あの現物をねきっちり見せてください。そうやねん、これほんまにやばいことで、はい、うーわっていうってなるから、僕らもやっぱりもう今日もさあ、これあのミシンやんとか分かったやん。いやそうですね、デッドやから、はい、でいよいよあのミシンも使えるやんとか、はい、なるんですよ、はい、でそうなった時にやっぱ僕作りたいし、はい、でまあそれをこう見せてくださった根本さんとかにその作品としてこう私もしたいしってなったら、多分お客さんも一緒だと思うねん。そういうのが欲しいってなってくると思うから、やっぱりお洋服って着るもんなんでね、はい、こう着て楽しむっていうものをまだまだ作品として作れるので、まあその辺を、はい、まあまあ30周年はちょっとやばいの作りますけど、はい、まあ、30周年終わってからも、まあ、まだまだあると。そうですね、うん、まあ、あのネタは、まあ、まあまああると思うんで。いやでもまだあと2ヶ月3ヶ月ありますけど、はい、まだまだいきますか。まだまだいきます、これからです。あれ以上がまだこれからやばいですね、はい、まあ、来週ぐらい銀行でも行ってこうかなぐらい、ぐらい、ぐらいですね。たぶんまあもう8月9月ぐらいだったらもう銀行行ってるでしょうね、もう一回。なるほど、もう稼いって行くんじゃないですかね。まずはだって古着は最初に買わなあかんからね。そうです、そうですね、もう現金商売なんで、はい、これだからこの業界夢見てる人とかやったら、まあやっぱそこも大事な力だと思うんで、だからそれをね皆さん分かってほしいのは、この物量ですよ、この物量と、まあこんだけのスーパーヴィンテージを今現金商売っておっしゃったんですけど、その最初にペイして持って帰れる根本さんの凄さを分かってほしいんですよ、うん、根本さんって1台でここまでですか。そうそうです、1台です。根本さんやばない、やば、ここ、これもすごいんだよ、うん、息子が今年で30なんで、だからまあ30周年30ですね。なるほど、息子さんが30歳。やばいな、やばい、やばい。僕も子供おるけどまだ小学生やかし、まだまだやなって思いながらですけども、そう30年ってすごいで、うん、だからそういうのも含めてやっぱこういろいろ感じてほしいよね、このお店で。そうですね、もうだから一般の方、まあ服好きな人やったら絶対着といた方がいいよね、うん、最近でもなんかいろいろ芸能人の方も来られてますよね。あ、なんか着ていただいてますね。ね、はい、なんか、まあ、皆さん言ってくれてるらしくて、うん、はい、なんかありがたいことです、ね、いやほんまに、はい、あの僕も結構聞くんですよ、やっぱりフォアモーサさんすごいんですかとか、はい、行かれたことない方はだからとにかくやっぱり行ってください、行けばわかるっていう、うん、ぼちぼちですよって言ってたじゃないですか。謙虚やからね、モーサさん、はい、俺まだまだあかんな、はい、そういうとこも、うん、まあ、とにかくちょっとまあ僕らもまだまだあと日はあるんです。まあ、まあ、でももうないって考えた方がいいね。そうですね、もうまあずっとそこに向かって用意はしてるんですが、もうそれでもいよいよっていう感じですね。そうですね、僕もだいたい1ヶ月のうちの、まあ、半分って大げさなんですけど、半分ぐらいはもう僕あの根本さんタイムなんで、はい、あのもうファクトリーでももうガンガン塗ってますし、これはまたまあ僕らも作品発表とかもどっかでまたすると思うんですけど、はい、まあ楽しみにしておいてくださいって感じですかね。そうですね、あ、こういうまあいい楽しいことできるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、なのでなんかないですか、ひろし君。あとはいや、そうですね、まあ、とりあえず多分今見てくださってる方はまあまあ衝撃を受けないと思いますよ、まさかあれが終わるのかっていう、ね、あ、そうか。まあこのね、あのほんまにさせていただいたこれももう僕もめちゃくちゃ楽しかったし、すごい今も大好きなんですけど、まあ、この別に一生やめるわけじゃないんですけど、はい、どっかで節目は作らなあかんなっていう、まあ、ところで、まあ、今回のお話になっているので、まあ、もしこのガチャがほんまに欲しい人は、はい、そうですね、今回がもう、まあ、小中さんたくさん作ってくれるらしいんで、
もうほんまにもちろんもちろんもちろんあの頑張ってやりますんで、はい、ぜひ、30周年そうです、ね、富山に、はい、日程の方は、また出しますかこの辺に、はい、はい、出しておきます、はい、日にちもまた近づいてきたらまたいろいろお知らせするので、はいはい、じゃあ引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、どうも。